おはようございます。11月4日月曜日、波はベータです。どうも、徳島の羽賀健二です。はい、徳島のバームギンです。本日もどっかバトルやっていくんですけども、ちょっとね、今回この動画をお話しする前に、いよいよね、今日ね、お昼11時、お昼って言っていいのかちょっとわかんないんだけども、午前中の11時ね、スーパードラゴンボールヒーローズプレミア公開が、放送されるということで、配信されるということで、私がっつり仕事なんですが、そうだな、なんかお昼ぐらいに、動画投稿できたらいいかななんて思う。なんか引くべきかどうかとか、言うても10周年近いですからね、10年20年ぐらいなら引いてもいいんじゃないかななんて思ってるんだけども、そうなんです。非常に楽しみでございます。で、誰フレンド切ったん、誰よ。ちょっとフレンド切ったんだね。ねえ、フレンド募集しようかな。フレンド募集どうすか。僕フレンドなっていいよって方、X のなんだ DM でお寄せください。もうなんか俺とフレンドになってくる人なんてきっといないよね。いや、わかんないんだけど。そう。なんか、どっかのタイミングでしますわ。で、3部作にわたって、このシリーズ、ちょっとお届けしてきました、皆さんに。で、1作目が、ドッカンフェス、交換すべき、キャラ。ね。で、2作目が、伝説降臨コイン、交換すべきキャラと。で、今回ね、伝説降臨祭、祭りコインで交換すべき、キャラを紹介していきますんでね、ぜひね、最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。というところでいきましょうか。ぜひね、初心者さんね、あ、特番こんなこと言うてたなとか、あ、特番このキャラ交換した方がええよ言うてたなって、頭の片隅にちょっと覚えておいてほしい。で、なんて言うてたっけって、思ったら、もう思い出したら、そう。私の動画を振り返ってください。行きましょう。はい。で、伝説降臨祭、祭りコインで交換すべきキャラ、こちらでございます。はい、この6体ですね。もう、この6体もね、もう安定ですね。いろんなね、祭り限定キャラ出てますよ。それは、もう強い強い祭り限定キャラ出ておりますが、もうね、この6体のね、抑えていただきたい。本当に抑えていただきたいですね。で、この6体どれもこれも持ってないって方はね、もう祭り関しては、非常に悩む。ほんまに。で、まず1体目なんですけど、スーパー戦士ゴジータ、祭りゴジータね、もう劇場版ヒーロー 200% です。はい。もう性能はもう各々の独感覚醒一覧で見ていただいてですね。3ターンの間ガードやつし、で、待機弾以外の後ろに二次弾変化してくるし、二次弾は生成して、そう、木玉の通りも良くするし、ガードもするし、ね。で、このブルーゴジータになったらね、もうそれはそれは強いし、ターゲット周知あるし、回避あるし、ということで、ただね、回避っていうのがね、ちょっとね、いかんせんなところは正直ある。回避しないときは得点しないから。で、必殺返しもあるしね。必殺無効化か。超絶威力で反撃もありまして、ね、そう、もうこれがまたかっこいいんだって、ほんまにかっこいいですね。9周年、祭りゴジータ初実装の時はもうそれをそれを興奮しました。はい、で、続きまして、スーパーヒーローね、スーパーヒーロー 200% のガンマ1号&2号スラッシュガンマ1号ね、もうこれも安定っすね。スーパーヒーローコンビネーション正義の味方の補正も、ついてますと。ね、で、キナマ取れば取るほどよりいいと。で、スタンバイもあります。はい、ガンマ1号、ガンマ2号ガンマ1号、そう。これももう木玉取って取っちゃわせていただきたいですね。力木玉ですね。力木玉取って取っちゃわせていただきたいですね。とにかくいろんな木玉を取っていただきたい。ごめんなさい。で、ガンマ1号ね。ガンマ1号になりますと、ガンマ1号になったら誰なんだな。自身の記録プラスアタックディフェンス150の、軽減率 15%、30% 以上でさらにアタックディフェンス 15%、ダメージ 15% ね。で、スーパーヒーローコンビネーション正義の味方の補正の必ず必殺技が追加発動。即キダマをチキダマの変化で、取得、チキダマまたは力キダマ1個につき回心とダメージ軽減率が上がるってことで、そう。力キダマと
チキ玉をいっぱい取ってくださいという感じですね。うん、まあ非常に強いです。補正もあるし強いしね。ただね、先手で受けるんね、ちょっとしんどいところある。そう。うん。で、続きまして、三大スーパーサイヤ人、ジャポニカ学習帳の自由帳の表紙と言っても過言ではないですね。ね、うん、これ、強いですよ。何がいいってね、もうリーダースキルがいいよね。スーパーサイヤ人 200% ですからね。うん、あ、これか。そう。もうドラゴンボール言ったらもうスーパーサイヤ人やから。うん。で、スーパーサイヤ人、また劇場版ヒーロー化でも見られるとき、もうこれもね、なんだ、キダマ変化、してくれるし、で、取得キダマ3個につき必ず追加攻撃、高確率必殺発動で単中最大3回。うん。ね、あの、母体だけでも十分に強いですね。そう。で、元気玉、あの、スーパーサイヤ人。これも、ね、非常に強いですね。うん。告白ベジータと、言われているアクティブスキルでございます。で、続きましてこれ。うん。祭りブロリー。まあ、これは記憶に新しいですね。うん。これはもうね、一旦の間はね、とりあえず、あの、敵の先制攻撃のところで、じゃ敵の先制攻撃のところに、あの、置いていただき、で、2ターン目で変身するみたいな。そんな感じですね。うん。使い方に、使い方は、まあ、使い方はその、なんだろう、おのおのそれぞれなんだけども、うん。まあ、とにかく1枠目で使っていただきたいっていう感じかな。うん。まあ、非常に、もうぶっ壊れキャラですね。はい。です。で、続きまして、で、流れてこれいこうか。うん。祭りご飯。もう、これもね、地名編成しやすいですね。リーダースキルがいい。カメハメハ 200% ですね。もうこれもね、もう母体だけでも十分ですよ、正直。うん。まあ、一卒なんだけど、私は。二卒にさせたかったけどね。うん。とにかく、カメハメハ編成で使っていただきたいですね。まあ、この祭りご飯を、使ってみた動画、何本かありますんで、ぜひ見てください。もうスタンバイもね、もうスタンバイもいいんだって、もうかっこいいんだって、もうとにかく、チャージ貯めてドラゴンボール7つ集めてごらんなさいよ。もう完走するから。それのショート動画も確かあったと思う。うん。もうこれも交換すべきキャラでございますね。で、最後になります。祭り試練ね。うん。これがね、祭り限定初の、2つのリーダースキル。第11宇宙200と宇宙サバイバル200ですね。まあ今後さ、10周年、うん、10周年、まあ青龍祭で、2つのカテゴリーを、持つ祭り限定キャラ実装するかと思います。はい。もうこれね、ちょっと前の動画でも紹介させていただきました。なんだろう、宇宙サバイバル編で、使っていただき、このジレンフルパワーになりますと、アタックね、そうだな、4000万ぐらい叩き出しますんで、ほんまに。交換すべき、キャラで、ございます。はい。ただね、でも、祭りコイン500枚貯めるっていうのが、まあ、ちょっとね、まあ難しいところっちゃ難しいところなんですけども、でこの6体のうち6体どれもこれも持ってないって方、まあ賛否あるんですけど、まあ、私はこのガンマ1号&ガンマ2号スラッシュガンマ1号を交換すべきかと思ってます。でこのガンマ1号2号スラッシュガンマ1号持ってるって方は、もうこれを交換していただきたいですね。祭り辞令。祭り辞令。いや、ここ難しいよな、ほんまに。祭り辞令でもええんやけどな。そう。ただこの劇場版ボス200もね、捨てがたいですよね。捨てがたいですね。まあ、とにかく、ガンマ1号2号、スーパーヒーロー。スーパーヒーローか、スーパーヒーロー200か、宇宙サバイバル200で、使っていただきたいというか、ちょっと、うん、神々で申し訳ないんだけど、もうスーパーヒーローと宇宙サバイバル、今、現環境でものすごく強いから、うん、ちょっとね、組んでみましょうよ。もう、とにかく、こいつとさ、で、前回の、伝説降臨系、ね、で紹介、させていただいたこのジレンフルパワーね、うん、と一緒に、まあ、使っていただきたいんです、うん、そういう感じです。そんな感じなんで、はい、ぜひ参考にしてみてください、うん、いかがだったでしょうか、まあ、3部作には、渡ってね、
初心者様必見コイン交換すべきキャラ、フェスコイン、伝説降臨コイン、祭りコイン、ね、紹介させていただきました。うん、ありがとうございました。いかがだったでしょうか。参考になりましたか。ぜひあのコイン交換、ちょっと迷った方はね、もう今一度私の動画を見ていただき、で、高評価を押していただき、でこの機にチャンネル登録よろしくお願いいたしますというところで、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。